はい、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけども、区分所有法の占有部分と共用部分について解説いたします。そもそも区分所有って何かというと、イメージはもう分譲マンション。これをイメージしていただくのがいいと思います。各部屋、区分されていて、でそれを一人一人が所有する。なんで区分所有なんですね。で、この区分所有建物、いわゆるマンションについては、占有部分と共用部分っていう二つに分けることができるんですね。占有部分については、イメージは一つの部屋のことを言います。例えば、101号室とか、501号室とか、503号室とか、まあ、それぞれの部屋ですね。それ以外にも、管理人室。こういったものも占有部分に含まれます。占有部分っていうのは細かいことを言うと、壁、床、天井とかで仕切られている、まあ、箱になっているということですね。つまりこれは構造上独立している、かつ外部との出入り口がある。まあ、これ利用上独立しているっていうんですけども、この2つを満たすものが占有部分なんですね。101号室、ちょっと考えてみてください。イメージしていただくと、壁と床と天井でこう仕切られてますよね。各部屋っていうのは。そして外部との出入り口あります。玄関ありますよね。玄関開けたら、まあ、廊下になっているでしょう。まあ、このようなものが占有部分です。管理人室も同じですよね。壁と床と天井で仕切られていて、で、ドアを開けると、まあ、廊下があると。まあ、いった感じですよね。まあ、これが占有部分です。まあ、これはね、それほど難しくないです。こっちですね。共用部分。こちらがちょっとややこしいです。共用部分の共用っていうのは、みんなで共同して使うと。いったイメージなんですね。なので、まあ、みんなで使う部分っていったイメージです。で、例えばなんですけども、廊下だったり、階段だったり、エレベーター、こういったものみんなで使いますよね。で、こういったものっていうのは法定共用部分と呼ばれます。これなんで法定共用部分と呼ばれるかっていうと、法律でもうこの部分は共用部分ですよって定められている。だから、法律で定められた共用部分で、法定共用部分なんですね。で、もう一つ共用部分ってあって、それは規約共用部分です。規約で、ここは共用部分ですよって定めたもの。これが規約共用部分。規約っていうのは、マンション規約とかあるんですけども、そのマンションのルールですね。マンションのルールとして、ここは共用部分にしましょうと決めた部分。これも共用部分に含まれます。で、大きく分けると2つあって、1つ目が占有部分だけども、規約でここは共用部分にしましょうとした部分です。例えば管理人室。はじめに管理人室っていうのは、占有部分ってお伝えしましたよね。占有部分だけども、まあこれみんなで使うでしょということで、規約でこれは共用部分にしようと定めたのであれば、これは規約共用部分になります。またマンションの一部屋あって、そこを会議室にしようって言った場合ですね。そういった場合も、この会議室っていうのは、これも一つの部屋なので、占有部分だけれども、会議室はみんなで使うよね。だから規約で共用部分にしましょうよ。こういった場合も規約共用部分になってきます。で、もう一つ規約共用部分っていうのがあって、それは付属建物ですね。規約で共用部分とした付属建物。この付属建物っていうのはマンション自体ではないですよ。マンション自体ではなくて、それ以外の付属の建物。例えば隣にちっちゃな物置があったとか、車庫があったとか、まあそういったものです。こういったものも規約で共用部分としたのであれば、これも規約共用部分に含まれてきますよ。という話です。で、この法定共用部分と規約共用部分で重要なポイントって何かというと、法定共用部分って登記することができないんですね。これ覚えちゃってください。もうこれは、で、一方で規約共用部分っていうのは、これ登記できるんですよ。これ占有部分っていうことは、101号室とか、まあ、203号室とか、まあ、そういった部屋と一緒じゃないですか。だから、登記することができるんですね。で、また付属建物。こういったものも登記することって可能なんですね。別の建物なので。で、これ登記をしないとどうなるかっていうと、登記しないと第三者に対抗できなくなっちゃう。登記をしておけば、そこに所有者の名前とかが記載されるわけですね。
まあ、組合の名前だったりで登記してないってなると全く知らない人が買い取ってその人が登記しちゃうって可能性があるんですよ。取られちゃうって可能性があるんですね。それを防ぐために登記をしておきましょう。登記をすることで第三者に対して対抗することができるんだという話です。なので、まあ、一番重要な部分で言うとこの部分ですね。もちろん今話した上の話っていうのはもう前提として頭に入れておかなきゃいけない内容で、それを踏まえてこの下の部分ですね、ここがよく出題される部分です。法定強要部分は登記することができませんよ。規約強要部分については登記ができて、登記をすることによって第三者に対して対抗することができるんだよっていう部分ですね。この部分しっかり頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。